設立された公益社団法人です。ダンススポーツの国際競技団体である世界ダンススポーツ連盟の日本代表、はい、イエーハー、今回、パリ五輪にブレイキンが正式、種目として、追加されたということで、僕自身が、ずっと好きでやっているブレイキンを、たくさんの人に知ってもらえる機会が、できたということにまず嬉しく思います。さらにパリ五輪という目標が、自分の中で、新たにこう大きなモチベーションになる目標になることが間違いないなというふうに思っているので、一プレイヤーとしても、モチベーションにつながる目標ができてすごく嬉しいなと思っています。ブレイキンがオリンピックっていう形になって、より多くの人に知ってもらえるということを私はすごく嬉しいと思うし、4年後っていうまだ先のことではあるんですけれども、私もそれを目指して練習とか頑張っていきたいなと思ってます。